はい、こんにちは、グリードです。アメリカの方から戻ってまいりました。そして、風邪をひきました。もうね、鼻水とくしゃみが止まらなすぎて、今日は非常に聞き取りにくい声かと思うんですけど、よろしくお願いします。まあ、普段も聞き取りにくいかもしれないんですけど。なので、モダン3のベータ、PC 版が始まってから本格的にやろうかなと思います。本編の前にすごい関係のないことなんですけど、アメリカ出発する前に、せっかくだからアメリカらしい料理を食べて帰ろうかと思って、ロサンゼルスの空港にチックフィレイがあったので、フライドチキンのお店だね。まあ、すごい有名なとこなんだけど、そこで普通のフライドチキンサンドを頼んだんですよ。だけどね、20分30分待っても全く来なくて、で確認しに行ったら多分ね、注文が通ってなかったのか、機械が故障してたのか、まあ作ってなかったんですよ。で言ったら、まあ急いでね、おっちゃんが作ってくれたんですけど、出てきたのがスパイシーチキンっていう包み紙に入っているフライドチキンでもスパイシーでもない、ただのグリルドチキンサンドが来ました。あ、もう全部間違ってる。アメリカはね、注文通りに来ないことはよくありますけど、ここまで全部間違ってることはありませんでしたね。ね、せっかく食べたかったフライドチキン食べれず、帰ってきて、で、風邪なりって感じですね。まあ、でもこんな程度で切れてると、程度じゃ、FPS なんてね、やってられませんからね。全然、何も問題、ノープロブレムって感じなんですけど。まあいいや、本編行きましょう。モダン3ベータの正直な感想、まあよく出してるというか、毎年出してるシリーズですけども。それとね、トライアーチのスタジオに行ってきました、実は。で、そこでゾンビモードを先行プレイしてきたんですよ。ただね、録画は禁止だったので、まあ、感想だけになるんですけど、ちょっとゾンビモードね、すごい良かったっす。すごい良かったっす。ぶっちゃけこっちが本編なんじゃないかなぐらい良かったんで、ちょっとその話をしようかなと思います。モダン3で変わったところ、キャラコン、マップ、マップ投票、赤点、体力などがありますね。まあ、モダン3って多分もともとモダン2の大型アップでの予定だったけど、まあゾンビモードとかいろいろアップデートする要素が増えた結果、モダン3っていう製品版として新しく多分出すことになったんじゃないかな。まずキャラコンに関して、まあ、スライディングキャンセル、リロードキャンセル復活、そしてあとタクティカルスタンスっていうね、新、腰打ちと ADS の中間のモードが追加されて、キャラコンに関しては僕的にはいい塩梅に落ち着いたんじゃないかなとは思うんですよ。まあ今後ね、新しいキャラコンが生まれてくる可能性もあるんで、なんともまだベータだし言えないんだけど、スライディングキャンセルは確かに強いけど、でも絶対使った方がいいっていうレベルの強さではなくて、なんか今までそのモダン2で使ってたジャンプ打ちも強いし、ダイブ打ちも強いし、打ち合いの選択肢の中に今スライディングキャンセルという一つの選択肢が追加されたぐらいのこうバランス、個人的にはすごくいいと思いました。モダンの2019の時はスライディングキャンセルがほんと強くて、もう絶対に使わないといけないレベルだったんですよ。特に競技シーンとかね。だけど現状のモダン3はそんなにキャラコンしなくてもね、打ち勝てたりするんですよ。で、今背景流してる映像も、今回のベータの PS が先行じゃないですか。で、今回も PS5 コンでこの背景の映像はプレイしてるんだけど、僕の手だと PS5 コンがでかすぎて、キャラコンが全然できなくて、結果的にキャラコンをそんなにしない映像が撮れたんで、今背景に流してます。次、マップに関しては僕はすごいいいと思います。っていうのも過去作のモダン2をプレイしてるので、すごく大好きなマップたちが帰ってきてて、僕はすごい好きなんですけど、過去作をやってない人からしたらマップが広すぎる、入り組んでるっていう感じてる人が多いんじゃないかなって思ってます。 BO2 よりね、前の COD って基本的にマップちょっと広めだし、そんな単純じゃないんですよ。 BO2、3とかね、その辺の作品が特にね、マップがまあいい意味でその簡単になったんですよね。そういう BO 系のね、シンプルなマップに慣れちゃってる人はね、複雑に感じてしまうかもしれないですね。ここはね、過去作やってるかどうかで意見が分かれる気がします。まあ僕はマップは全然好きですね。で、マップ投票復活、これは嬉しいですね。なんで今までなかったのかよく分かりませんけど。で、赤点復活。赤点復活したけど、ぶっちゃけ、あんま分かんない。そんなに見てなかったりするかもしれない。次、体力ですね。体力が100から150になりました。タイムトゥーキルが、キルタイムが伸びました。これに関しては自分の中でも、50-50 って感じ。150でもいいし、いや100でもいいんじゃないかって思う場面が、
ちょうど半々。どうなんだろうね。なんか、モダン系統のマップに体力150は合ってないような気がするなって思う時もあるし、あれでも、体力150だけど、そんなにキルタイム遅くないな、すぐ溶けるなって思う時もあるし、だからね、なんとも言えない。半々ですね。まあでも、ぶっちゃけ体力100でいいんじゃないかな、モダン系はって思ったりするな。どうなんでしょうかね。なんで150にしたのかわからないけど、まあまだベータ版なんで、もしかしたら、この体力150で一回調整してみて、で、みんなの反応を見てから100にしたりとか、このまま行ったりする可能性もあると思うから、皆さんはどうですかね。僕は、まあこのままでもいいかもしれないけど、でも、ちょっと体力100の状態で一回やってみたい気もする。次、銃声に関して、銃声はね、しょぼくなった、小さくなったっていう意見がちらほらあったんで、僕も最初、あれ確かにしょぼくなったのか小さくなったのかなって思ったんですよね。で、海外の反応を見てみたら、まあ、その、ダウングレードしたっていう意見もあったり、いや、今年もいいねっていう。ね、いいサウンドだねっていう意見もあったり、やっぱりこうアメリカとかだと実物をね、こう打ちまくってる人はいっぱいいるわけじゃないですか。だから本物を聞いてる人が多いから、まあそういう人たちがまあ結構いい音だよって言ってるならそうなのかなって思ったりしたんですよ。で、ウォーゾーンの先行プレイの時にペチュネグ、LMG とか、あとスナイパーも使ったんだけど、そっちの音はすごい迫力が良くて、リアリティのある銃声だなって感じたんですよね。だから、例えば今、ベータで出てる SMG とか AR の銃声がそういう銃声なのかなっていうね、本物が。って思ったりもしたり。で、その後、僕のウォーゾーンの動画を見返したら、なんか、同じ銃でも、マルチとウォーゾーンでなんか違うような気がした。いや、これは僕の気のせいかもしれないけど、ウォーゾーンの方が銃声が、迫力があってリアルになってたような気がするんですよ。いや、本当に気のせいかもしれない、これは。ちょっと僕のウォーゾーンの動画でちょっと聞いてみてください。なんか、同じ SMG でも、ウォーゾーンの方が綺麗っていうか、ね、リアルな銃声だったような気がするんだけど、どうなんだろう。いや、僕の気のせいかもしれない、本当に。次はね、武器バランスだね。武器バランスはね、まあ、モダン系統って基本的にどの武器もぶっ壊れてるっていうのがモダンウォーフェアなんですけど、ただね、SMG が、ちょっと AR を食いすぎるかな、遠距離も倒しすぎるかなっていうのと、SR はちょっと強すぎる気がするから、その辺は、SMG と SR は調整必要かな。最後に価格ですね。これが日本円で、まあ、9800円ぐらい。まあ、もうほぼ1万だね。で、僕ね、アメリカのゲームショップに行ってきたんですよ。で、そこでさ、まあ、ドドーンってさ、モダン3がね、売られてたから見てみたんだけど、価格。まあ、69ドルでしたね、通常版が。1ドル100円の時だったら6900円ぐらい。めっちゃ円安って。いや、ほんとアメリカ行ってね、いや、ほんとにね、円安つらって思いましたね。もう、どこ行っても高い。高い。まあ、アメリカの物価が上がってるっていうのはもちろんあるけど、その円に直した時は本当に高くて、ね、ハンバーガー食べても3000円以上になったりとか、円安のせいで。もう、いや、でもゲームでも本当に現れてるなって思いましたね。アメリカの物価って上がってるって言われてるけど、ゲームソフト自体は全然上がってないんですよね、昔から。69ドルでしょ、今。モダン3高い。最近のゲームソフト高いっていう人はね、もう知らないっす。もう、しゃあない。僕もプロテイン最近円安のせいでめっちゃ高い。これが日本が弱くなってるということや。しゃあない。頑張ろう。いや、辛いよね。ほんと辛いっす。マルチの評価に関しては今のところこんな感じですかね。まあ、ベータなんでこれからだいぶ変わってくるとは思うんですが、まあ、基本的にはモダン2の、こう、かゆくて届かなかったところを、こう、アップデートしてきたなっていう印象かな。ただ、その、体力100の状態でちょっと一回やってみたいっていう気持ちはあります。昔のモダンウォーフェアと、あとモダンウォーフェア2019モダン2が楽しめてる人はすごく好きな作品じゃないかな。
次のテーマ、ゾンビモードですね。トライアーチのスタジオに行って先行プレイしてきました。これで、インフィニティワードトライアーチで、あとスレッジハンマー以外は全部行ったかな、スタジオ。あ、いや違う、スレッジハンマーも行ったか。あ、全部行ったかもしれない、これで。ゾンビモードに関してはオープンワールド形式の、新モードで、基本的には DMZ が、そのゾンビモードになったと思ってください。このゾンビモードが、いやー、びっくりした。完成度すごい高かったっす。あの今回のこの価格半分以上このゾンビモードじゃないかなと思いましたね。ゾンビモードのちょっと流れ説明しますね。まずステージはウォーゾーンの新マップですね。すごい広くて、でそこら中にゾンビがいます。ウォーゾーンやその DMZ のようにそのあちこちに各ミッションがあるので、それを拾ってで、ミッションをクリアしてお金をゲットして自分をどんどん強化していく。まずで、マップっていうのがね、そのエリアごとに難易度が違います。で、外側のホワイトゾーンっていう白いエリアが、まあ、一番難易度が低いエリアですね。ゾンビもすごく柔らかいです、体力が。次がイエローゾーン、これがちょっと難易度が上がって敵も硬くなって種類も増えます。最後マップの中央がレッドゾーンですね。こちらがもうゾンビがバカみたいに強いです。本当にね、一回挑戦したけど勝てる気がしませんでした。もうで、あの PV でも出たような、もうバカでかいビームを放ってくる、もうモンスター、ラスボスみたいなのが中央にいるんですけど、まあ最終的にはそれを倒すことが目標になります。ただ倒さなくてもいいんですよ。 DMZ みたいにあの脱出艇が来るので、装備がちょっと不十分だったらそれに脱出してまた次のラウンドで挑戦してもいいっていう、ね、DM 本当に DMZ をゾンビモードにしたようなシステムになります。このシステム僕すごいいいなって思ったのが、旧作のそのゾンビモードっていわゆるラウンド制で、まあ、無限に続くじゃないですか。あれってまあゾンビガチ勢からすれば楽しいんでしょうけど、そんなにゾンビやらない人からしたら僕あんまり乗り気じゃなかったんですよね。そのずっと続けなきゃいけないっていうのと、ああいう無限にこうゾンビを作業のように倒せる人だったら楽しいんでしょうけど、いやそんなに時間割いてまでゾンビやりたくないなって、なんかゴールが欲しいなって思ったりしてたんですけど、今回のゾンビモードはその選択肢があるんですよね。戦わずにもう終わらせちゃってもいいし、装備ものすごく強くしてラスボスに挑んでもいいしっていう。ちなみにさっきは僕 DMZ をゾンビにって言いましたよね。あのその持ち物、武器とかアイテム類ね、DMZ と同じく死んだらロストです。ロストします。なので多分ね、何戦もこう続けていって装備がすごく強くなった状態だと多分本当に緊張感ありますよ、うん、もし死んだら全部パーですからね、今まで集めたものが。乗り物だったりアイテムだったりも豊富にあるし、武器の種類もね、いわゆるあのレイガンとかだけじゃなくてゾンビ特有のレーザー系の銃もたくさんあるみたいなので、そこも面白そうだし、あとイースターエッグとか、ただ単にゾンビ倒したりミッションやったりする以外にも何か隠し要素があるみたいなので、ちょっと本当にね、ゾンビモード、今作のゾンビはちょっとすごく個人的には楽しみにしてますね。ただね、その旧作のゾンビファンからしたらラウンド制のゾンビモードがやりたいってなるかもしれないんですけど、でも今回のオープンワールドもね、かなりね面白いと思うからぜひやってほしい。本当にこれはこれで面白ってなると思う。本当ラウンド制はね、まあもちろんねその良さもあるんだろうけど、やっぱ新規というか新しい人に向けて よりカジュアルな層を増やしたいってなると、やっぱりちょっとラウンド制じゃないのかなと思うんですよね、今の時代。ゾンビモードに関してはこんな感じかな。まあ、ちょっとね、録画ができなかったんで、映像はないんですけども、まあ、製品版をお楽しみって感じかな。ベータ版とかないよね、ゾンビはね。ウォーゾーンに関してもちょっと喋りたいんだけど、喋ったらすごく長くなりそうだから、また次の機会にしようかな。はい、以上、僕のモダン3ゾンビモードの感想でした。PC 版始まったらね、動画配信がっつりしたいと思うんでよろしくお願いします。